どうも、スオモモコ担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、今回はミリスタ初のモモコ上位報酬イベント狂気乱舞、こちらの結果発表が出ましたので、そちらを発表していきたいと思います。はい、今回のイベントはめっちゃ走りました。ラウンジの皆さんにもね、協力していただき、めっちゃ走りました。ではそちらの結果を見ていきましょう。はい、ということで狂気乱舞結果発表、ハイスコアランキングはもう見なかったことにしましょう。これは伸ばせませんでした。はい、イベントポイントランキング330位、いやめっちゃ頑張ったと思うんやけど。そしてラウンジランキングは141位です。はい、本当にありがとうございました。それではひとまずボーダーをちょっと確認してみましょう。はい、私はまあ330位だったわけなんですけれども、いや、この前後がすごいね、ももこビーがいっぱいね、ももこばっかり。はい、そしてね、まあボーダーはさっと見ていくとこのような感じです。まあ、2500位以内は目指してて、まあ100位とかどうかなと思ってたんですけれども、100位って19万やね。私およそ5万なんで、まあ、4倍近くあるから、もう全然無理でしたね。ハイスコアの方はまあ全然ね、届かずと、まあ、2万位がちょっと惜しかったなぐらいなんですけど、今回フルコン取れなかったんで全然ハイスコアは無理でした。そしてラウンジも皆さんに協力していただいてね、そのおかげで周りのね、ラウンジが SS なのに対して、私作りたての C ですがね、もう頑張りました。頑張ってね、この中に入ることができました。はい、ボーダーは、まあ、右にある通りでございます。うん、まあ、250位以内に入って100位が、まあ、あと50万やったかっていうところで、もう上の方はねすごいね。そしてラウンジ内ランキング1位目指してたんですけれども、無理でした追い上げで抜かれました。さすがです。はい、といった感じで結果発表を見ていきました。いや、今回ね、もう今までのイベントの中で、まあ、ミリスターはもうほとんどイベントやったことないんやけど、デレステとも比較してもめちゃめちゃ走りました。初めてね、こんだけ走りました。3桁順位なんて、しかも3桁順位でもね、まあ過半数よりも、まあ真ん中よりも上ということで、いやめっちゃ走りました。ジュエルをね1万ぐらい砕いたんじゃないかなって思います。うん、ちょっとデレステでやったらイベントでジュエル1万砕くってちょっと勇気がいるんですけど、ちょっとミリスターは結構ジュエル手に入るっていうのもあるんでね、もともといっぱい持ってたのもあったりして、ガンガンにちょっと砕いちゃいました。もともとね、スタドリも全部、全種類、10、20、30と、あとマックスになるやつを40近く持ってたんで、まずそこでも結構いけました。そこで結構いけて、そこからジュエルをどんどん砕いていきました。2周年のイベントの時の衣装のね、トレーニング、あれでもすごいジュエルがもらえてたんで、それでもがっつり貯めたんで、まあ、ジュエルはそんなにね、あんまり、結果的には減ることなくイベント走れました。ということで、イベントポイントランキングの方ではプラチナランカーの称号をゲットすることができました。はい、トップランカーはちょっとさすがに無理でしたね、100位以内は。そしてね、ラウンジもう皆さん本当に一緒に走っていただき、入っていただきありがとうございます。私のラウンジが今定員が35人で、まだ20人にも満たないんですけれども、それでもこの順位取れたっていうのは、もう皆さんがね一生懸命すごい走ってくださったおかげです。いや、すごいいい順位です。いや、本当にありがとうございます。称号もゲットできて嬉しい限りでございます。このラウンジに関してはチャンネル登録者数がもし2500人を突破できれば、ラウンジのメンバーを募集する企画をしようかなというふうに考えております。いやー、もう今後こんなにイベント走ることっておそらくそうそうないと思います。いや、でもももこのね、衣装もアナザーの衣装も無事ゲットできたんで幸せです。かなり幸せです。うん。
モンスタードリもなくなってしまったんで、ドリンクをとりあえず、まあ、ひたすら貯め続け、ジュエルもねガシャのために貯め続ける、ちょっと日々が続きます。仮にね、もしモモコのイベントとかね、ちょっとまつりちゃん上位報酬のイベントとかちょっと来てしまったら走りたいなと思ってるんですけれども、基本的にはね3周年のイベントに備えてもドリンクはずっと貯めようかなというふうに考えております。はい、ということで今回イベントを楽しく走らさせていただきました。はい、応援してくださった皆様、一緒に走ってくださった方々、皆さん本当にありがとうございます。これからもね、ファミリスタ、デレスタともにさらにねプロデュース頑張っていきたいので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。